どうも、経理社長こと横山直です。今回はですね、金持ち父さん、貧乏父さんということで、世界的なベストセラーですね、こちらの本の要約ですね、をしていきたいなと思います。では、金持ち父さん、貧乏父さんということで、もう本当にこれお金のことですね、日本人はなかなか学ぶことがないんですが、それを学ぶことができますんで、ぜひですね、しっかりと学んでいただければなと思ってます。で、概要ということで、金持ち父さん、貧乏父さんはですね、全世界で51カ国に、でですね、51カ国語に翻訳されて、109カ国で紹介されていると。で、金持ち父さんシリーズはですね、日本で累計300万部、全世界では累計2800万部を突破しているという、すごい本当にお金のことといえば、この本ということですね。で、そこで、じゃあどういう内容が書いてあるかということで、教えの書、金持ち父さん6つの教えということなんですが、じゃあどんな6つの教えがあるかということで、こう広がっていきましたが、結構いろいろありますね。で、まず一つ目、第一の教えということで、金持ちはお金のために働かないと。中流以下の人間はお金のために働き、金持ちは自分のためにお金を働かせると。人生の罠、ラットレースから抜け出すために、恐怖をしっかりと見つめ、欲望、人間の弱点、強欲さに立ち向かうことが必要だということを言っているということですね。ですから、まあ本当に一つ目のこの教え、もういきなりですが、金持ちはお金のためには働かないということですね。本当に日本人は多くの日本人は働くことでですね、お金持ちになろうとするんですが、中流以下の人間はお金のために働くと。で、金持ちは自分のためにお金に働いてもらうということですね。で、その本当に考え方が違うと。それが金持ち父さんと貧乏父さんの違いを生み出しているということなんですが、次、第二の教えということで、お金の流れの読み方を学びましょうということで、金持ちは資産を手に入れて、中流以下の人たちは負債を手に入れ資産だと思い込むと。資産っていうのは私のポケットにお金をくれるものと、お金を入れてくれるもの。負債っていうのは私のポケットからお金を取っていくものだと。で、持ち家も、会計学上は資産だが、実際は住宅ローンとか固定資産税がなどがあるため、負債と捉えるということで、まあその家を買った時にですね、それがお金を自分のところから奪っていくのか取っていくのか、自分のところにお金を増やしてくれるのかっていうところで考えて、ポケットにお金を入れてくれるものが資産で、ポケットからお金を取っていくものは負債だというところで、その負債、お金をくれるもの、資産なのか負債なのかっていうのをしっかり考えましょうというのが2つ目の教えですね。第二の教え、お金の流れの読み方を学ぶということです。第3の教え、自分のビジネスを持つということなんですが、自分のビジネスを持つとは本当の意味での資産を増やし、それを維持することだということなんですが、じゃあ本当の資産っていうことですね、本当の資産とは何かっていうことで、まず一つ目は、自分がその場にいなくても収入を生み出すビジネスですね。そういったビジネスを、まあ自分でやるんではなくて、自分が動く、働くんじゃなくて、自分がいなくても収入が生み出す、そういったビジネスを持つっていうこと。あとは、まあビジネスじゃなくても株とかですね、債券であったりとか、収入を生む不動産であったりとか、手形とかですね、借用証明書、借用書ですね、とか、音楽書籍などの、著作権とか特許権ですね、その他価値のあるもの、収入を生み出すものですね、市場価値のある物品などということで、まあこういったものを資産ということですね。で、まあ僕の場合は、会社何社か経営してるんですけど、こういった自分がいなくても、まあ、経営として経営者として回っていくビジネスっていうのは資産というところですね。あとお金、実際にお金自体をお金でお金を生むような、まあ、投資と呼ばれるもの、株とか債券とか不動産とかですね、こういうのも資産だと。あとは、まあ、手形とか借用書ですね、お金を貸すこと。あとは著作権とかこういった権利ですね、まあ、こういったものの資産っていうものをですね、こういった資産っていうのをしっかり持ちましょうということで、自分のビジネスとか、まあ、そういった資産を持ちましょうというのが第3の教えです。で、第4の教えですけど、第4の教えは会社を作って節税していこうというのが第4の教えなんですよね。で、金持ちと中流以下の人間を分け、金持ちをはるかに有利な地位に立たせているのは会社という法的な組織が持つ力についての知識だと。で、会社を持つことで経費という仕組みを利用できますよということで、まあこれは実際会社、まあ日本でもそうですけど、法人というものを作ると、会社を作ると法人という法人格ができるんですね。もう一人の自分のなんか分身みたいなのを作るやつ。で、そこから、その法人から経費を使ってですね、例えば、まあ何かやることとか行動したりとか旅行行ったりとかっていうのも、まあ経費にすることもできるわけですね。まあビジネスに関係しないとあれですけど、経費にすることができると。で、こういうものをうまく使うことによって、経費ですね、会社組織を持って、そういうものを経費ということで仕組み化できますよと。で、その辺をお金持ちは本当にやってますよということですね。
会社を作るっていうことです。実際まあやってみると、まあ、僕自身も何個かですね、6つ7つやってますけど、まあ、1回やってみるとかなり慣れてきますんで、もうこれはやってみてくださいというところもありますが、まあ、そういったところをやってますよということですね。第5の教えということで、金持ちはお金を作り出すということをやってると。ビジネスのチャンスをものにするために基礎的なファイナンシャルインテリジェンス、まあ、経済自由を得るための必要な知識が、勉強ですね、が必要となると。基礎的なファイナンシャルインテリジェンスというのは、会計力とか投資力、市場の理解力、法律力だと。ということで、まあ、会計、投資のやり方、会計ですね、とか投資のやり方、あとは市場ですね、マーケットの理解、あとは法律もやっぱり学ばないといけないということで、やっぱり学ぶことはいっぱいあるんですね。で、まあ、ファイナンシャルインテリジェンス、インテリジェンスということですね、経済的自由を得るためのその、まあ、知識、知恵ですよね。っていうのをやっぱりすごく勉強してる。やっぱり金持ちというか、まあ、成功してる人って本当にものすごい勉強してるんですよね。で、ルールを知らないとやっぱり損することがすごく多いです。ですからそういったところでしっかりとお金持ちになりたいとかですね、そういったところ何か変えていきたいといったら勉強するっていうことはすごく重要で、まあ、この動画を見てるっていうのはすごく素晴らしいことだと思いますが、本当にそういった勉強してるかどうか、金持ち父さん、貧乏父さんのほとんどの人はそのやっぱり貧乏父さんの考え方っていうのを自然となってしまってるんですね。まだ日本だと学校でそういったお金の話も聞かないですし、日本だとお金の話っていうのは汚いとかっていう話でですね、あんまみんなに従らないっていうのがあるんですけど、すごく本当にこの本、勉強になりますので読んでみていただけるといいなと思ってます。で、第5の教え。お金のためにだめでなく、学ぶために働くということで、専門的な技術の中で最も大事なのはセールスとマーケティング、つまり売る能力ですよということを金本壮さんは言っていて、お金のためではなくて学ぶために働きましょうということで、まあ、学んでいくそのセールスとかもですね、やっていけばですね、学ぶため、まあ、成長するわけですね。で、学んだらどんどんいろんなことができるようになっていきますんで、そういったところをやっていこうという第6の教えまでやっていきますが、本当これだけの教えだけでもですね、教えの書、金持ち父さん6つの教えだけでもものすごい勉強になったかなと思います。で、そこから実践の書というところがあるんですね。で、これもまたかなりのボリュームがありますんで話をしていきたいと思うんですが、実践の書ですね。じゃあ実践の書何が書いてあるかということなんですが、実践のその1、まずは5つの障害を乗り越えようということで、じゃあ5つの障害、実践するための5つの障害というのは何かということなんですが、1つ目は恐怖心ですね。お金を失うことに対する恐怖心ということで、この損するのが怖いのは当たり前だと、損した時にそれにどう対処するかが問題だと、私はいかなる失敗もチャンスに変えるように常に努力してきたということで、ロックフェラー、もうお金持ちの代名詞みたいな感じですが、ロックフェラーが言ってる。いかなる失敗もチャンスに変えるようにやっていく。だから失敗は絶対あるということですね。それに対しては恐れる必要な恐怖がですね。で、臆病心、悪い方にばかり考えて臆病になってしまうのもダメと。で、人は誰でも恐怖や疑いの気持ちに惑わされてですね、臆病になると。で、騒音に耳を傾けないことだということで、騒音の2つの種類ですね。私たちが頭の中で勝手に作り出した騒音とか、外から聞こえる騒音とかですね、根拠のない疑いや恐怖が臆病な人間を作ると。で、臆病な人間を批判し勝利を収める人間は、臆病な人間は批判をして勝利を収める人間は分析をするということですね。これがうまくいく人とうまくいかない人、だから批判してる人っていう人はやっぱ臆病ですね。で、分析をするっていうことによって勝つことができるということで、だから根拠のないですね、疑いや恐怖に対して怯える必要はないということですね。だから自分の頭の中でいろいろあれこれ考えても意味がなくて、外からですね、いろいろ外野の声聞いても意味がなく、それを分析するっていうことが重要で、臆病にならない、恐怖心で臆病にならない、恐怖心をなくして臆病な心をなくす。そして怠け心ということで、忙しいことを理由に怠けると。で、近頃よく出会うのは、忙しくて自分の財産に注意を払うことを怠けている人たちだと。それを買うお金はないという代わりに、どうやったらそれを買えるようになるかと問いかけると。怠け心につける薬は欲張り心ということで、まあ、欲を持ったらですね、それに対して、まあ、メリットがあるとか、儲けれそうとか、うまくいきそうっていうのがあると、怠ける心がなくなっていくというところで、まあ、そういうですね、やっぱ怠けて、どうしても人間怠けてしまうんで、どうやったらそれを変えるようにするかっていうように考える、まあ、質問を変えていくっていうですね、いい質問をするとやっぱりいい答えが出てくるので、それを買うお金ないなって考えたら、お金がない理由ばっか考えちゃうんですね。どうやったら変えるか
っていうところで、そのどうやったら変えるかっていうことを考えるためにはですね、欲張り心、欲がある程度ないとですね、そういうふうに考えることができないということを、ロバート清崎は言ってるということですね。で、悪い習慣ということで、自分への支払いを後回しにするっていうのは悪い習慣だと。で、人間の行動は習慣によってコントロールされているので、自分にプレッシャーをかけて原動力にする必要があるということですね。で、やっぱりその悪い習慣で、習慣っていうのは最近すごく、まあ、日本でも言われてますよね。うまくいく人っていうのはうまくいく習慣を持ってる、まあ、潜在意識で勝手に考えるのが習慣ですよね。っていう悪い習慣をなくしていきましょうということです。で、あとは傲慢さですね。無知を悪い実践するための5つの障害の最後ですが、傲慢さですね。で、無知を隠すために傲慢になるのはダメだと。あることについて自分は知らないと気づいたら、その分野の専門家を探す、もしくはそれについての本を見つけるかして、自分で自分を教育し始めることが大切だということで、まあ傲慢ですね、無知なのか、まあ本当に自分はいろんなことを知らないんじゃなくて、傲慢ではなくて、その素直にですね、謙虚ですよね、にやっていくっていうことがすごく重要で、知らないことが分かったらですね、それに対して学んでいくっていうことをやっていく。本当に成功している人たちはものすごい謙虚ですよね。いろんなことが学べる、もっと自分は全然知らないんだっていうスタンスですね。あ、それ知ってるよみたいなことを言うとですね、いきなりもうやっぱ脳は止まってしまうんですよね。だから、その知ってるんではなくて、何か勉強になるんじゃないかっていうのを常に考えていくとですね、傲慢にならずですね、やっていくと、まあ、学ぶっていう姿勢になっていくので、それが実践につながるということで、5つの障害ですね、何か実践する時の恐怖心とか臆病心、怠け心、悪い習慣、傲慢さをなくしていきましょうということを言ってるということですね。本当にいいことを言ってる本ですが、その次に行きたいと思います。で、次、なかなかの量がありますが、実践その2、スタートを切るための10のステップということで、10個のステップがありますよということで、ちょっと巻いていきますが、1つ目、精神の力ということで、強い目的意識を持つ精神の力を使いましょうということで、何かやる理由とか目的、やりたい気持ちとかですね、やりたくないという気持ちが組み合わさったものということで、その強い目的意識を持ちましょう。理由付けがなければ人生で何をやるのも難しいということで、やっぱ目的意識、何のためにやるのかですね。例えばお金持ちになりたいんだったら、何のためにお金持ちになりたいのか、年収1000万になりたいんだったら、なんで、ね、1000万欲しいのかっていうところの目的意識を持つことによって、1000万持つことによったら、家族にこういうことができて、好きな時に旅行に行けてとかですね、あとは例えば満員電車に乗らなくて済むようになってとかっていう目的意識がないとですね、変わることはできないわけですよね。僕も起業する時とかも、満員電車もう乗りたくないなと、だったら自宅で好きなところで好きな仕事ができるような、インターネットで起業しようって言って起業したわけなんですけど、それとはやっぱ目的意識ですね。あとは本当に家族と一緒にいたいとか、旅行に行きたいとか、そういったやっぱ目的意識、まあ、ちょっとした欲も含まれてます。そういった目的意識を持つことによって、精神の力ですね、ついていくよということです。で、次に選択する力があるよということで、毎日自分で道を選ぶ、選択する力が必要だと。で、例えばずかお金を手にするたびに、私たちはこの選択のする力を手にしていると。で、金持ちになるかどうかは、そのお金をどう使うかにかかっているということですね。で、使うかにかかっていると。で、貧乏から抜け出せない人は、お金を使うときに悪い習慣に従う方を選ぶということですね。今はこれがないから言って、それは学ばなくてよい理由にはならないですよと。で、まずは教育に投資すると。まずやるべきは教育ですね。やっぱ本当に教育に投資することはめちゃめちゃ重要なので、ぜひですね、自分自身の教育ですね。やっぱり本を読んでるとか、そういう勉強してるかどうかによって、成功するとか、お金持ちになるかっていうのはかなり決まってきてます。ですから、お金がまたですね、10人中9人はテレビを買い、ビジネスに関する本や投資に関する自習用のテープを買うのは残りの1人だけだと。で、お金に関しては、いつも長い目で見て、一番大切な資産、自分の頭脳にまずは投資するっていうのが大事だよと。ということで、まあ、選択する力ですね。で、その力をつけるためにも、やっぱりお金をどう使うか、その中で一番いいのは投資、自己投資をすることだ、勉強することだということを言ってますね。で、協力の力ということで、友人を慎重に選ぶ協力の力ということで、友人はその人の財力で選ぶのではなくて、お互いに多くのものを学べる相手がいいですよと。で、もちろんお金が興味があって、それについて話す人でもいいと。全くお金が縁がなくてもひいひい言ってる人たちも反面教師として学ぶことができると。しかし、貧乏な人や臆病な人の言うことは聞いてはいけないと。投資のためには、その対象となる内部ですね、に近きお金持ちの友達を持つという理由の一つは、お金の源がそこにあるから。次の大きな波がいつ来るのか、その情報を手に入れて早めの波に乗り、波が崩れる前にそこから逃げ出すのがいい。
投資者というのはそういった情報を交換し合うためにもいるんだよということで、まあ、お金持ちのですね、そういった情報を持っているとか、まあ、うまく結果が出ている、そういう人たちと仲良くなっていく。そうじゃなくて、先ほどの臆病であったりとか、そういった人たちと仲良くすると、やっぱりそちら側の、まあ、貧乏倒産の方に行ってしまうというところですね。で、即収の力というところなんですが、まあ、友達の選びのところで言うと、まあ、先ほど上にも書いてありましたけど、お金を持ったら10人中9人は自分の、そのテレビ買ったりとか、まあ今テレビ買う人もいないかもしれませんが、自分のなんかそういった娯楽に使ってしまったりするんですよね。で、自分に投資する人は1人なわけですよ。じゃあ誰と友達になったらいいですかって言ったら自己投資してるそういう1人の人ですよね。だから多くの人、まあ、言ったら 95% の人、例えば年収1000万になりたいとか、まあその自由なお金をお金持ちになりたいって言ったら、お金持ちって言ったらもう全体の 5% とかなんですよ。95% の人たちの話を聞いてもお金持ちにはなれないんですよね。実際お金持ちになっている 5% の人の話を聞かないと、まあ、耳がないというか。で、友達になるのは別に友達になる分にはいいわけなんですけど、お金持ちになりたいんだったらお金持ちの友達をしっかり作りましょうというところですね。そうじゃなくてやっぱり引っ張られてしまうので、その辺を考えてみてください。ちなみにお金持ちの人はめっちゃいい人が多いです。はい。で、即収の力ということで、新しいやり方を次々と仕入れる即収の力ということで、その人がどうなるかは、その人が学んだことによって決まるので、まず何を学ぶかを慎重に決めなければいけないと。頭脳はとても大きな力を持っていると。で、次に、自分が学んだことを実行する素材の行動力を持つと。金持ちの方法をマスターするより、するもう一つの鍵は、より早く効果の上がる方法を探すこと。すべてがどんどん変わっていく時代において、あなたが何を知っているかはもうあまり意味を持たなくなっていると。問題なのは、いかに早く学ぶことができるかだと。この技術を見つけることは非常に大切だということで、早く学ぶということですね。何をいろいろ知ってるか、知るのはもう情報はすぐ検索すれば出てくるわけで、早く学んでですね、それをすぐに実行できるっていう、まあ、即収の力っていうのが、これからの時代必要ですよ。まあ、これはもう、かなり前に書かれた本、数十年前に書かれた本ですけど、そういうことを言ってる。今の時代はもっと早くなってますんで、そういうことを意識していきましょうということですね。で、次に、自制の力を手に入れていきましょうと。自分に対する支払いをまず済ませるという自制の力ということで、自分で自分をしっかりコントロールできない人は、これうちになるのは諦めた方がいいと。しっかりと自制ですね。自己抑制力を持ちましょうということを言っています。で、自分自身のビジネスを始めるために必要な三大管理能力は、一つ目はキャッシュフローの管理ですね。キャッシュフローはやっぱなくなると、キャッシュフローというのは現金とかですね。やっぱりその赤字倒産、黒字倒産ですね。赤字だったら当然倒します。倒産しますが、黒字倒産っていう、儲かっててもキャッシュフロー、現金がなくなったら会社やって倒産するんですよね。だからキャッシュフローが管理する。その現金を管理するっていうのはすごく重要です。で、あとは人の管理ですね。で、自分の時間の管理。この3つを管理すると自分のビジネスを作ることができると。借金して物を買うことを嫌い、どんな時でも自分に対する支払いを先にして投資をしていくっていうのがポイントですよということですね。ですから、そういったところを気にする。気にしていきましょうということで、次に財産の運用方法としての賢いやり方っていうのは、まず自分で返済しなければならない大きな借金はしないと。経費を低く抑えて、まずは資産を作ることをやりましょうと。収入が少ない時でも貯蓄や投資用の資産を取り崩したりせず、外からのプレッシャーが大きくなるに任せるということですね。そのプレッシャーを利用して自分の中にあるお金に関する才能を刺激し、請求書の支払いをするためにより多くのお金を儲けるにはどうしたらいいか、そのアイデアを考えさせるということで、そのですね、お金を使わない資産をどうやってやったら取り崩さないようにすればいいかっていうのを考えて、外からですね、早く返せとか、早く払えみたいなプレッシャーが来るけど、このお金どうやって払ったらいいだろうっていうところで、そこで脳が働くので、それでうまくやっていこうっていう話ですね。そうすればファイナンシャルインテリジェンスを高めるだけでなく、より多くのお金を作り出す能力も高まると。だから何も考えずに、どんどん払っていくのではなくて、どうすればその資産を切り崩さず、貯蓄を切り崩さずですね、払うことができるかっていうのを考えると。貧乏な人は貧乏になるような悪い習慣を持っているから貧乏から抜け出せないと。この悪い習慣の一つは、貯めたお金に手を出すことだと。で、金持ちになる人は、貯めたお金は請求書の支払いのためではなく、より多くのお金を作り出すものということを知っているということで、その貯蓄ですね、貯蓄をしたものに対してそれを取り崩してですね、払っていってしまうと、まあ、その場は払えるかもしれないけど、資産が何も残んないわけですね。ですから、そのお金を、その貯金を貯金箱に入れた、もしくは銀行に入れたものを、どうやったらこれを崩さずにお金を払うことができるかっていうのを考えていくっていう、そこで頭を使うことによって、
インテリジェンス、ファイナンシャルインテリジェンスが強くなるよということで、頭使っていきましょうということですね。だから財産の運用方法として賢いやり方を考えていこうと。そういう自制の力、自分をコントロールする力をとにかくつけていきましょうという話です。で、忠告の力ということで、ブローカーにたっぷり払う忠告の力ということなんですが、人を管理することの本当の意味は、専門分野で自分より優れている人をうまく使うことだと。そして十分に報酬を与えることであるということで、これは何かというと、いい情報をくれたりとかですね、いいそういった何かノウハウを教えてくれるにはしっかり払っていきましょうということです。だから情報量とかっていうのはめちゃめちゃ価値が高いわけですね。例えば投資の情報で騙されて、例えば100万円持ってますと。で、この100万円を騙されて0円になってしまうのか、100万円を投資して、例えばそれが1000万になると。で、1000万になったらブローカー、その情報を教えてくれた人に100万円払うこともできるわけじゃないですか。それがブローカーに対し払うお金をケチってですね、その情報提供者に払うお金をケチって、情報を得ることをケチってですね、それをやってしまうと投資は失敗してお金は増えないということなので、しっかりとそういった投資すべきとこ、本当にお金を生み出してくれるところにはしっかりと投資する。それが一つは、まあ、こういった忠告の力、そういったものにお金を払いましょう。そういった、まあ、人であったり、情報ですね、にしっかりとお金を払っていくということをやるということですね。実際僕の周りの投資家さん、本当に資産何十億とか持ってる投資家さんは、何か投資の案件の話が来たらもうすごい情報を調べるんですよね。で、その情報の調べるところにはもうお金をかなり惜しまずに払ってます。ですからもう言ったら投資の話って 99% 嘘だと、詐欺だと、その人が言うようなんですね。もう 99% 詐欺だから、その 1% が本物の 1% を見つけるために、もうとにかくいろいろ裏を取ると、いろんな手を使っていろんな情報網からお金を払ってですね、裏を取ってます。それをこれの考え方と一緒ですね。忠告の力、ブローカーにはたっぷりとお金を払いましょうということです。で、次ですが、ただで何かを手に入れる力ですね。元は必ず取り戻す、ただで何かを手に入れる、だから、まあ、当然ただなんで元は取ることができると。優れた投資家がまず考えることは、私のお金をいかに短期間で取り戻すかということ。彼らはまた何をただでもらえるかを知ることも熱心だと。これは投資に対する分け前にあたると。投資収益というのが非常に重要なことはこのためだと。賢い投資家になるためには、単なる投資収益以上のものに注意をしなければいけない。つまり元手を回収した後、ただで手に入る資産だということで、そういったなんかただで手に入るものっていうのは何かあるかっていうのを考えるということですね。で、次、焦点を絞ることの力ということで、贅沢品は資産に買わせる、焦点を絞ることの力ということなんですが、金持ちだって人並みに贅沢は好きだと。人並みと違うのは、普通の人は贅沢品は借金で買おうとするが、彼らはそうはしないと。何か欲しいものがあると、人はお金を作り出すのではなく借りることばかり考えると。目先のことだけを考えればお金を借りる方が簡単かもしれない。だが長い目で見るとこの方法は面倒だと。お金の奴隷ではなく主人になるための訓練は早い時期にやるに越したことないと。お金は大きな力を持っている。残念ながら多くの人はお金の力を自分にいいようにではなく悪いように使っていると。ファイナンシャルインテリジェンスがあまりない人はお金を振り回されると。そしてお金の方が賢くなってしまう。そうなったら一生お金のために働くことになるということですね。ファイナンシャル。はい。で、お金より賢くなり、お金の主人になれば、あなたは、お金はあなたが言う通りのことをするようになると。あなたは、あなたに従うようになるのだ。お金の奴隷ではなく主人になるということで、まあ、お金に働いてもらうと。だから贅沢品なんか買いたいものがあったら、お金で生み出したお金ですね。資産から生み出したお金。例えば、まあ、金持ち父さん、貧乏父さんのでは、まあ、その、家を買うと。家を買うことにどうやって買うかって言ったら、まず自分の家、皆さんやっぱマイホーム先に買っちゃいますよね。そうじゃなくて、マンション、投資用のマンションを買って、投資用のマンションを買って、それで家賃が、投資用のマンションから家賃が発生したら、その家賃から家を買うと。だ、家賃が発生するようになったら、その家賃を使って自宅を買って、で、自宅の住宅ローンをその家賃によって払っていけば、お金払わなくていいよねっていう状態ができるわけですね。だから先に資産を作ってから欲しいものを買うっていうことです。ですから贅沢品をいきなり先に買うんじゃなくて、資産を作ることをまずやってから、それから贅沢品を買っていこうという考え方ですね。で、神話の力ということで、ヒーローが持つ神話の力ということで、自分にとってなりたい憧れのヒーローのやることをそっくり真似るというのは、実に効果的な学習方法だと。ヒーローは私たちに刺激を与えてくれるだけではないと。彼らを見ていると物事が簡単に思えてくると。簡単そうに見えるからこそ、私たちは彼らと同じようになりたいという望みを持つのだと。
彼らはできるなら、彼らにできるなら私もできるはずだと私たちは思うということですね。ですから、まあ、憧れる、まあ、こうなりたいなっていう、まあ、ロールモデルという言い方もしたりしますけど、まあ、ヒーローですね。その尊敬する人っていうのを探すと。で、その人たちが、あ、こうやってやれば簡単にできるんだっていう、まあ、うまくやってる人たちが簡単にやってそうに見えるものをやると自分もできるんじゃないかと思うと。で、その自分ができる、自分もできるんじゃないかっていうのが、まあ、自己肯定感とか自己効力感という言い方をしますけど、その自分も、あ、できるんじゃないのかっていう、その自信ですね。あの根拠のない自信というか、あの人たちできてるんだ、自分もできるんじゃないかっていう自信を持つことによって行動に移せると。ですからそれは誰かに憧れることによってそれができるし、憧れてる人が簡単にやってるように見えたら自分はできるんじゃないと思うようにしたらできるようになっていくということですね。で、与えることの力ということなんですが、教えることで得る与えることの力ということで、出し惜しみをしないこと、与えることが何かが足りないとか何かが必要だと感じたときは、まずそれを人に与えると。そうすれば後になって2倍にも3倍になって返ってくると。このことはお金とか微笑み、愛情、友情などいろんなところに当てはまると。で、足りないものを与えるというのは大抵の人は一番やりたがらないと。人間誰でもお互い様と思って自分が欲しいと思うものを人に与えるのは効果があると。何かを与えるのに何も戻ってこなかったら、あるいは戻ってきたものが自分の欲しいものとは違ったことも何度もあるだろうが、それは純粋に与えるために与えるのではなく、見返りを期待して与えるという下心があったからだということで、純粋に与えていく、与えていくということをやっていくと、2倍にも3倍にもなっていくということですね。ですから、まあ、ギブ、ギブ、ギブをしていくと、どこかでそれが返ってくると。それが下心があると逆に返ってこなくなってしまうんで、出し惜しみをせずにですね、与えていくと、お金持ちになっていくよというところですね。もうすごいいい教えだなと思います。ということで、実践していくためには、こういったところのですね、10のステップということで、そのスタートを切るための10のステップということで、めちゃめちゃいいこと言ってますよね。本当にこれやっていくと、お金持ちになれるということです。金持ちと金持ちじゃない、貧乏父さん、金持ち父さんの違いはそういったところにあるよというのがわかります。では、その3ということで、具体的な行動を始めるためのヒントということなんですけど、その話をしていきたいと思います。で、まずは今やっていることをやめるということで、ちょっと休みを取って自分の生活を振り返り、うまくいってないことは何かを見極め、それをやめて新しいやることを探すようにすればいいということで、今やっていることをプラス追加をしていくとやっぱり時間がなかったりするんですよね。だから今うまくいってないことをやめてしまおうというのがまずやることだと。で、新しいアイデアを探すと。自分が全く知らないようなやり方について書いてある本を買うと。で、ここで多くの人は何か新しいアイデアを仕入れても行動に移さないと。あるいはせっかく自分が学んだやり方について他人がケチをつけて自分が行動に移すのをやめてくれるのを待ってしまうということですね。で、いろいろ横から言われてやっぱそうだよねみたいな、そう言ってもらいたいみたいな状態になってしまうので、そうではなくて新しいアイデアを探してとにかく実行しろと。で、自分がやりたいと思っていることをすでにやり遂げた人を見つけると。そういう人を見つけたらランチに誘ってちょっとした秘訣やアドバイスを聞かせてもらう。まあ本当にうまくいってる人に聞くのが一番ですよね。その文句ばっかり言ってたりとか批判ばっかりしてる人と話しても意味がないので、自分がやりたいと思っていることをすでにやり遂げている人を探して連絡する。もう今だったら Facebook とか本当にいろんなやつですぐ連絡取れますね。 Twitter とかでも。で、そういったところで連絡してみると。で、講座に出席する。自習用の、テープを買うですね。今テープってことではないと思いますが、音声ファイル、もしくは今 YouTube 見てもいいと思いますとか、講座ですね、勉強してみ、体系的に教える講座に参加してみましょうと。オファー、買い付け申し込みをたくさんすると。不動産業者に頼んで自分でやらなくてもいいことはできるだけやらない。まあ、それは不動産買ってみましょうって話ですね。で、物を売ったり買ったりするゲームは面白いと。それと同時にそれが単なるゲームだということも忘れてはいけないということで、まあ、不動産もですね、まあ、楽しみならゲームとしてやっていけば、どんどんそれが上手くなっていくと。で、面積事項を、条項を付け加えることを忘れずにということで、ちょっとここは細かい話なんですね。で、やはり市場に出かけるのは何よりだということで、調査して申し込みして、まあ、拒否する、交渉する、受託するとか、まあ、こういったことをやって、まあ、やっていくと学べるよということですね。あとはジョギング、ウォーキング、ドライブしようということで、その地域の情報をとにかく入手しろということですね。特にその不動産投資する場合、まあ、金持ち父さん、貧乏父さんのそのロバート清崎が言ってるのは、ですね、その不動産投資なんですよね。ですから不動産投資、まあ、日本とはちょっと市場若干違いますけども、不動産投資というところがあります。で、その地域の情報を探して、探すためにとにかくリサーチですね。ジョギングしたりとか、まあ、いろいろ見ろということを言ってます。で、将来の価値を見極めるということで、対象が何であれ将来の価値を見極め選択するプロセスは同じだと。
つまり自分が求めているものをはっきりと知り、それに狙いを定めて探すということをやると。ですから、まあ、将来の価値をしっかりとそういった目利きですね、していきましょうということです。あとはまあ株式、不動産じゃなくて株式の話ですが、株式市場がバーゲンセールを始めると、大抵の場合はそれは大暴落だの反落と呼ばれると。消費者はそこから逃げてしまうが反対だと。安くなった時、暴落が起きた時こそ買いだということですね。で、適切な場所で探そうと。利益は買った時に生まれるのであって、売った時に生まれるのではないということで、これどういうことかというと、買う時にもう決まってくるということですね。だから、他よりも安く買いましょうとか、しっかりと目利きをしてですね、価値高いのに安く売ってる、バーゲンが起きてる状態っていうのを、しっかりと株式でも不動産でも狙いましょうということです。だから、売った時に利益が出るんじゃなくても、買った時点で利益が決まってるって話ですね。で、買い手を見つけてから売り手を探すということで、パイは丸投げ、丸ごと買って分けろということで、物事は小さくして、小さくしか考えられない人は大きなチャンスをものにできないと。で、物事は大きく考えるようにしなければいけないよということで、買い手を見つけてから売り手を探すということですね。もう大きく考えるということです。小売業者はまとめてたくさん買う人には喜んで割引するということで、まあ、たくさん買って買えるんだったらそれでですね、っていうところ。だから、たとえ本当は小さくても考えることは大きくして、こんだけ買うから安くしてくれとか、ですね、こういうふうになっていくから安くしてくれないか、みたいなところですね。あとは歴史から学びましょうということで、まあ、歴史から学ぶこと、本当に成功者とかお金持ちって歴史好きですよね。歴史から学ぶということで、その歴史からまあ人の心のことだったりとか、うまくいくうまくいかないっていうその本質を学ぶということをやっていきましょうということで、まあいろいろお話をしましたが、やっぱりすごくですね、そのお金持ちと、まあ金持ち父さん貧乏父さんというタイトルだけあって、金持ちと貧乏の人の違いっていうのを分かりやすく話をしてくれてるんですよね。ですごく本当に金持ちの特徴もまとまってるし、逆にこれやっちゃいけないっていう貧乏の人の特徴もまとまってるわけなので、ぜひですねこれもまたですね学んでいただいて、しっかりとこの本いいなと思ったらぜひ読んでいただいて、今でも使える、まあ、テープとかっていうのはありますけど、それをちょっと音声ファイルとか MP3 とかですね YouTube とかに置き換えて聞いてもらえばと思いますけど、若干そのメディアとか考え、そういったところは古い部分はあります。ただ本質的な考え方は本当変わらないので、ぜひですね、そういったところで、ファイナンシャルインテリジェンスですね、お金のそういった知恵、知識っていうのをしっかりと身につくようにというところで、ものすごい本当に世界的なベストセラー。なんでベストセラーになっているかというと、内容が素晴らしいからですよね。ですからそういったところでぜひ学んでいただければと思います。それでは、こんな話ですね。また他の書籍であったりとかでも、また詳しくですね、こういった話をしていきないと、わかりやすく、もう30分ぐらいでこれだけの知識が学べるってものすごいいいことだと思ってますんで、倍速だったら15分で学べますよね。ですからそういったところで、ぜひこういったものをですね、学んでいただきたいなと思って、また話をしていきたいなと思いますんで、ぜひチャンネル登録していただければなと思います。あとですね、この今回使ったマインドマップもですね、プレゼントさせていただきたいなと思いますので、ぜひそれも概要欄見ていただければ書いてありますので、ぜひプレゼントを手に入れていただければなと思います。あと、チャンネル登録以外にもですね、コメントとかいいねですね、高評価いただければ励みになりますので、ぜひコメントもどんどんしてみてください。それでは、今回ですね、金持ち父さん、貧乏父さんという本当に今でも十分というか、十二分に活躍できます。そういった考え方が学べる書籍ですね。世界的なベストセラー紹介させていただきました。それではまた、次の動画でお会いしましょう。